今日は荒尾のルンバコーヒーさんに向かってます。ちょっと入り方が特殊っていうかちょっと分かりにくいので動画にて映していこうと思います。最初は目的地は長洲板金さんですね。長洲板金さんを目標に行きます。どの辺りか信号のあるけんまた先信号あたりかな。ここから左に入ってください。そうシューリーズ長洲板金さんで曲がってまっすぐ行くと十字路があるんでそこを右です。十字路そこやね。ポストあるね。ここを右に行きます。で、あとはちょっと道なりに行くと、ずっとまっすぐ行って、少しね、左に曲がるんよね。でちょっとすいくとここねちっちゃい看板が出てます。まだまっすぐいいよ。あ、ごめん今のとこやった今のところを曲がるもうワンテイクするあそこはなかなかわからんね初見苦労してる。ここでちょっと U ターンさせてもらおうか。このちょっと砂利道ですいませんさせてください U ターンあれはわからんわ。大丈夫。あ、俺で見えない。通り過ぎた人用にちょうどよかったね。これは通り過ぎたバージョンですあの方も通り過ぎたような気がする。違うかな。違うか。はい。そこを曲がってください。あの赤い。そう、この鳥居が目印。ここを曲がってごめん見にくいやろ。まっすぐ行けまー。まっすぐしか道なり。そのまままっすぐ。ここがルンバコーヒーさんやけん。奥が駐車場って書いてあったけん。そのまま奥に行ってください。そうです。Pって書いてあるけどそこにはいここルンバコーヒーさんの第2駐車場第1かなよく分からんけど駐車場です。あこの店内はあそこに入り口があるね。到着すいません1回通り過ぎました。駐車場です。こちらがお店ですね。あやっぱ先の方も来られたね。そうですね、このお店は小学生以下はご入店お断りです。よしおおなんか続々と車がすごいさすがわー、すごいな。こっちもカフェ見ようや。こっちじゃないんか、こっちかな。いいですね。よし、入ろうか。と一応もう事前に撮影許可はいただいてます。人は映さないようにっていうことで。かわいい。これダコちゃんやない。ほら、ほうほうですね。よし、入ります。こんにちは、お邪魔します。すごい靴だな。ここで靴脱いで靴箱は使ってた。あ、はい、そうです。予約してた増田です。はい、すいません、お邪魔します。あ、スリッパありがとうございます。あ、こっちでいいか。あ、こんにちは。すいません、撮影させてください。もうめちゃめちゃ素敵。あ、こんにちは、増田です。失礼します。あ、じゃあ窓側の席でいいですか。お邪魔させていただきます。ちょっと人が映らない程度にぐるりとさせていただきます。うわ、何ここ。一回通り過ぎちゃいました。そうですね。いや、ですね。一回通り過ぎた後、他の方も今来られてる方たちもやっぱ通り過ぎられたみたいで、あ、やっぱそうよねって。そうですね。でも一回来たらあれですね。あ、そう、コッペさんよく食べに買いに行くんですよ。はい、お店の方にさ。あ、本当だ。ちょっと帰り買わせていただきます。すいません、じゃあ席に。ここはまたいいですね。あ、じゃあこっち座るか、俺が。ごめんね。すごい素敵すぎる。ここ最近素敵なカフェが多いね。すごいよね、これね。え、紙？石膏？紙のような気がするけど。あ、間違えた。外も外でまたすごい。メニューはこちらにございます。あ、あ、ありがとうございます。メニュー。プレートと。これまたメニューは季節によって変わると思うんで。参考程度にしてください。レモンパフェもあるんだ。パンケーキ、あ、パンケーキもあるよ。うんうん。あ、フラペチーノ絶対うまいやつやん、これ。カフェグラッセ。新ソーダフロート。もう絶対美味しそうよね、あの感じだと。アイスカフェより。こんな感じです。失礼いたします。すごい美しい。あ、こっちか。すいません。ありがとうございます。召し上がり方がですね、お皿の空いているところに桃をおろしていただいて、切り分けて食べていただいた方が食べやすいかなと思います。わかりました。おろす時にですね、桃の中にカスタードクリームが入ってますので、落ちないように気をつけながらお召し上がりください。はい、わかりました。ありがとうございます。ここが光が綺麗。ミルクジェラート、あ、ソルベも入ってるとジュレも入ってる。こちら器がとても熱いのでお気をつけくださいね。ありがとうございます。すごい可愛い。苦くて美味しいルンバって書いてある。ホイップも普通のホイップじゃないね。ごちそうさまでした。美味しかったです。あとお隣で9月9日、あ、9月5日までなんかフラワーアート展を開催されてるそうです。ちょっと見てみようかな。あ、でも撮ったらいいかわかんないからな。まあ、やめとこう。ちょっと外観だけ。こちらで夜ビフテキとかもされてるそうです。なんか料理予約、要予約でビフテキ丼かなんかもあるそうです。あ、こんにちは、すいません撮影許可いただきました。ここはカフェで夜はなんかビフテキなんとかって書いてあったけど、ビフテキライスは、夜じゃなくてお昼も全部ですけれども、あ、お昼、お昼夜どうしても大丈夫なんですけれども、はい、基本的にご予約いただいて形にしてますね。はいはい、あ、なるほどですね。あ、じゃあこちらでも食べれるってことですね。ですね。あとの向こうのメニューはこっちの方でできないんですけど。あ、わかりました。おしゃれ。これビリーブで色が出るかな。こんだけ繊細な。ほど。これ素敵やね。させていただきました。